細川敏夫は日本の現代音楽の作曲家、指揮者、広島市秋区出身。東京芸術大学と国立音楽大学作曲家を受けるが前者に失敗志向者に入学するも教育法に疑問を抱き1年余りで中退。しかし入野の吉郎の勧めで投し、1976年から10年間のドイツ留学、ベルリン芸術大学で院位層に支持する。 その間、ベルリンフィルハーモニー還元楽団100周年、記念作曲コンクールとバレンティーノ武器、国際作曲コンクールで第1位を獲得している。ベルリンで学位取得後、フライブルク音楽大学でまずは、ブライアン・ファーニホ法に支持し、その後、クラウス・フーバーに支持した。今日の音楽国際作曲賞で第3位、以後、竹光徹との進行が生まれた。 ダルムシュタット書き現代を音楽祭の書き、講習会などに講師として招かれ、世界の若手作曲家たち更新の指導にも当たっている。以後ドイツと日本を拠点に、ヨーロッパの各地で活動を続けている。川添達也と共に1989年から1998年まで、秋吉大国際20世紀音楽セミナーフェスティバルを開催し、 いわゆるエクスペリメンタリズムの音楽と呼ばれるヨーロッパの最も前衛的な現代音楽の動向を日本に紹介した竹尾国際作曲ワークショップにその役割が引き継がれている1994年より竹尾国際音楽祭に参加2001年から同音楽監督2021年現在は東京音楽大学客員教授 エリザベト音楽大学客員教授、国立音楽大学昌兵教授、ありがとうございます。